はい、毎度お会いしてございます。はい、どうも。はい、ということで、いやいや、嵐のような一日やったな、昨日は。ほんまにしんどかった。しんどかったな。しんどかったやなんかもう、朝起きためっちゃ頭痛かったけん。あれは、飲みすぎです。そうなん？いや、だって、いや、自分が、その、飲んだハイボール、覚えてます、うん、覚えてないんよ。どれぐらい飲んだか。じゃあ、最初に、クボッシーが、茶色いハイボールを作ってくれて、いや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 ってなって、俺はそれをめっちゃ薄めながら飲みよったわけよ。そうですね。ちなみになんですけど、まず、700ml ぐらいの瓶あるやん。はいはいはい。トリスとかね。トリス？トリスやったかな。トリスバックニックやったかな、忘れたけど、あれが2本空いてんですよ。で、あの時、ハイボール飲みよった。3人やろ。はい、そうです。やばいやばい。で、それに対して、消費された、炭酸。500ml のペットボトル。4本か5本です。まあ、それいるやろ。はい。いや、少ないって。炭酸少ない、ね。そうですね。逆に炭酸ちょっと少ないでしょ。見ながら濃いめだったんじゃないですか。いや、だから俺はその茶色いハイボールを頑張って薄めるために炭酸1本消費したからな。まあ、そうですね。はい、おお前、逆そうだぞ、お前。おい、まあ、自転車なんでね。ほんと、押しやがって。で、はい、そんな話があって、まあね、僕はしばらく出張キャバクラを楽しんでおりましたので。はい、まあでもライブさっき見直したけど、はいはい、うるさい。いや、うるさい。喋ったんか分からんし。分からんよ。いやね、あれですね。マイクぐらいつけよ。今度はちょっとマイクぐらいつけるのと、何やろ。まあ、それか、もしくは、ちゃんとしたとこで撮ろう。ほんまに。って思ったわ。ね、パーティー垂れ流しライブやけど、もうちょいこう音やな。そうやな、音大事です。音大事やったな、はい、ほんまに。携帯で撮ったら、無指向性やから。あ、そうなんよな。せめて指向性マイクがついとったらちゃうかったんやろな。そうそうそう、だいぶちゃうって、だけお前は今青井くんに貸しとるやつがあったら多分全然ちゃうかったんやろな、はい、ちゃんとしてください。はい、はい、ということでね、前回は、はい、まあまあ整備士チャンネルのルンシーが来とって、まあ、来とったじゃないですか。はい、はい、なんで、そうね、じゃあちょっとそれを少しこすってやっとる動画を作っとかないかんけん、その話をちょっとしておこうか。何をしたかの、はい、裏話的なやつのトークを。何をしたんですか。いろいろしましたよ。大きな声では言えないことようなこともいろいろしましたよ。本当に。いいんですか、そんなこと言ってしまって。いやいや、もうダメです、ダメです、危ないんで。これ以上言うと刺されてしまうんで。ファンから刺されるまあでも本当ね、ご来店の方いただきまして、本当ありがとうございました。はい、遠路ね、はるばる来ていただいたんですが、まあ多分向こうのチャンネルで回るやつがほとんどになると思うんですけど、はい、なんかね、まず寸劇を最初いろいろ撮りました。あ、そうなん。はい。前にさ、なんか俺がお店の人役で、ルン氏がお客さん役で撮った相田さんがこれ誰が見るんやって言った動画あったでしょ。はい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 。あれあれ。あれ見る人おる？いや、あれが。全体のその整備士チャンネルの、上から順番にするやん、その動画の人気順の、だから大体こう順番に太ももぐらい出てきて、まあそりゃそうでしょうよ。唯一、はい、おじさんが出てくるけん。え、ほんまにせやん。いやいやいや、そう、みんなそう思うやったら見てみて、ほんまに。マジで、マジで唯一やで、ほぼこの金髪で撮る見たい人おる。いや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 、だけどそれだけ多分あれですよ、内容がいいんでしょう、おそらく。いや内容でしょ。ほんまに。かもしくはまさかの俺のファンがいると。いや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 、まあまあまあ皆まで言いますね。ないですないです。それはそうなの、っていうのがありましてですね、なので、まあ一応それがなんか人気コンテンツらしくて。そうなん。工具動画とかじゃないの。いや、工具動画よりも。マーさんコラボとかじゃないの？いや、今のところなんかそれが、上位になってるみたいでして。いや、ほんとです。で、それをまあちょっと。物好きもおるもんですね。いや、物好き言うな。で、そのリメンバーっていうことで、まあもう一回撮影の方をっていうので、まあちょっとネタをいくつか変えてね。しょっちゅう来るんですか？まあそうですね。はい。いやいや、あとは多分単純に気に入られてます。はい、大きな声では言えませんが。
おそらくそういうことをしときましょう。はい、はい、まあ、ということで、うん、まあ、そんなんがありまして、それを撮影したりとか、うん、あとは、これもまたね、あのうちの方のチャンネルでも上げますし、向こうのでも上がるのもあるんですけど、うん、まあ、あのレンタルピットがね、できましたんで、せっかく、ね、なので、あのルン氏が、自分のアルテッツァの、オイル効果に挑戦をするというのを動画としては撮りましたね。はい、でそこで、はい、うちのオリジナルオイルと、はいはいはい、ワグナー MC オイル、あ、ちゃっかり売りつけて、いやいやいや、じゃあもうさせていただきまして、はい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 、で、あのそれのちょっとあの、はい、軽くね、うん、あの触れたやつを動画にしてもらうと。ちゃんとあれ撮ってもらったんですか？どれ？ドイツからやってきたワグナー MC オイル、それを忘れとったんよ。いや、なんかこうやってもらうの忘れとるなって思ったら、待て待て、何のために来てもらったんや、撮影させるの忘れとったって思って、ちょっとちょっと、いや、これはだからね、ちょっとリベンジマッチが必要ですね。それもちょっと再撮影で押しかけていかないかやつ、いや、そうなんですよ。なんで今度はね、あれですね、まあちょっとその話してたんですけど、はい、あと石板売りつけたんじゃないですか。あー、石板な、はい、またね、準備がいろいろできたら、まあ、ちょっとテストケースで何人かにやってもらって、準備ができたら、うん、普通にベースショップというか、いつもの通販サイトに載せようと思うんですけれども。なるほど。符号の石板？符号の石板です。はいはいはい、なんと、その符号の石板に、うん、まあ、A4 の半分ぐらいかなの大きさの石板に名前が彫れるっていう。うんうん、A4 の半分っていうのは英語っていうんじゃないですか。ちょっとアホがバレるけど、あんまり喋らんとこ。そうです、はい。はい。英語ぐらいの大きさに、はい、ちょっと恥ずかしくなってきたな、なんか。ちょっと弱い30分歳にもなって、なんか A4 の半分って言ったのが、ちょっと恥ずかしくなってきたな、少し。大丈夫、大丈夫。今までも誤字脱字だらけやけ、ま。読み方違いますよってみんなに今まで散々指摘されてきたやん。うん、でもなんかほら、ふと自分がやった行動が恥ずかしくなる瞬間ってない？今まで例えば、もっと恥ずかしいことあったはずやのに、ふとこれがお前恥ずかしいんかみたいなのがあったりするやん。今それ、今その状態。英語を知らなかった俺みたいな。そう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 。まあそうですよ。はい、で、まあそれをやったので、はい、で、その石板にね、整備士チャンネルって書いて、はい、なんかサイン入れたやつを作ったんで、で、また今からこれを地彫り屋さんの方に、はい、持って行って、なんでアジン氏なんでね。あれさ、はい、普通に高くない？高いっすよ。高いやろ。高いっすよ、コスト。めっちゃ原価かかっとるやろ。原価めっちゃ高かってるっすね。あれ合うん？いや、わかんないっす。今からやってみて、それで何ぼかかったかで、倍か決めてって言ってるっけ。まあ、そりゃそうやろ。だって、しょうがないよ、森川さんやって、わからんって言われたよ。だけど何ぼかかるかわからんけど、多分これぐらいはいるんちゃうんかって言っとる金額でやっとるけ。まあ、後でね、ほら。あそこの運営母体は、しっかりした会社なんで、請求書送りつけますんで。請求書、はい、お祝いの請求書。お祝いの請求書。ひどいな。お祝いの請求書を送りつけて、で、それで払ってもらおうっていう魂胆です。はい。えらいことするな、それ。そうです、そうです。ほんで、まあ、なんで、その請求書を持っていく旅もせないかんすからね。はいはいはい。なんで、まあ、ぜひね、またちょっとお伺いはさせていただこうかなと思ってます。他にはね、ね、コンテンツとして下回り動画も撮りましたし、その時あれか、カメラマンをルン氏にしたんかな。ああ、そうなん、はい。それはちょっとあれやな。はい。いいですね。もういつもカメラマンがどんだけ困っとるか、ちょっとお前も体験をした方がいいって言って。はい、困っとるか。はい。そうなんですよ。だから打ち合わせなしやし。打ち合わせなしで、しかもノー編集やからなって言ってたな。はいはいはい。そうですね。お前さんところみたいにちゃんと丁寧に編集をするようなんじゃないからなって言って。そうやね。無茶ぶりやでやん。だって向こうすごいんで、うん、ちゃんと、オズモか、うん、ポケット、DJI の、うん、あれと、スマホと、二つのカメラで撮っちゃうんで、常に。でも、ほんまは、うん、あれですよ、撮影は基本、ダブルカメラですよ。はい、撮れてなかったら困るけん。しかもね、うん、それに、音声は別で、また撮っとんよ。偉い。音声も別で。だって、それ失敗したら困るもん。プロはそうや。いや、そうなんやろうけど、うんうんだってそれ聞いたんやって、音声別撮りして、つって、うん、その音声はメインで使うんですか？そうですね。って。え、それメインで使うんだったら合わせるの面倒ないですか？って言ったら、そうですけど、まあ、でも普通じゃないですか？みたいな感じで言われて。普通やろ、普通。プロやったら普通です。すかやな。でも俺もあの人は、帰りの車の中でそうやったけど、うん、まあまあ飲んだら、うん、ポンコツめっちゃ出てくる。藤木さんは、はい、だいぶポンコツやった。藤木さんは、あら、こっ
今回のその整備士チャンネルコラボでの一番の発見は、うんまあ、藤木さん。もうだってめちゃくちゃおもろいよ。飲んでない時めっちゃ真面目で丁寧なスーってしとったの、うん、そうそうけど、うん、なかなかやで。いやだってさやばいで。しかも鼻が効くやん、うん、こいつはこんな風にいじっても大丈夫やみたいな感じの鼻が効くやんか、うん、だけど場を盛り上げるんがすっごい上手やんか。ほんまにあの人はもうやっぱいや意外と俺ルーン氏より、うん、藤木さんの方が楽しいな喋ってってほら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 。いやだけ正味の話さ、うん、まあ向こうのチャンネルの視聴者とかやったら分かるんかもしれんけど、うん、藤木さんが編集というかカメラマンに変わってからの動画って、うん、超 YouTube っぽくなって、うん、あ、そうなんや。そうそうそう。あんなテイストもやっぱちょっと変わって、うん、俺見よって楽しくなったんやって。うんだけまあ、今までのがいかんというよりは今までのはどっちかというと企業のちゃんとしたその YouTube、はい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 、ちょっとお堅い感じそうそうそうっていう感じやったんが、うん、藤木さんがやり始めてちょっとそういう遊びというか、はいはい、それが出てくるようになったけんなんていうのルーシーがやるに関しては、うん、ちょっとマッチングいいんじゃないかなと。あなるほどね、うん、そうなんですよ。なんでまあその下回りも撮ったし、はい、あとはなんかその後試乗動画うちので撮った流れで、うん、何やったっけ軽くドライブしながらなんかどうでもいい話をこうしたやつとかを撮ったりとか、まああとは何やったっけ、まあそんなになバリバリ変なことは言ってないけど5万人ねお互い超えましたんで、はい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 、ああよかったほんまにギリギリやったな。だって撮影当日に5万人になって5万3人やってライブ配信終わった後4万に戻っとって4万台に戻っとって減っとるやつやろって思ってそやろってなったけど、まあでもまあ無事にね、はい、5万人超えたので、はい、まあ、超えましたね、はい、お互いに5万人超えてよかったねっていう話をまあさせていただいたというお話をしましたよ。そうですね、はい、確かにね、はい、なんでまあそんなね撮影をまあいろいろとさせていただきまして、まあ本当ね遠路はるばる何回も言いますが来ていただいてありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、でねましてやおじさんの間に囲まれて、うん、楽しく楽しくいろいろと頑張ってくれたことに感謝を申し上げさせてます。そうですね、はい、でもこれもうメンバー動画でしょ。ねもうこれはあれですよ、普通もう普通にしますよ。これ見る人おる。いやもうね追加かな、向こうがなんかその動画を上げた時にも普通に、ね、はい、おまけ動画でそのアンサー的な感じで、はいはいはい、まあ、入れとこうかなとは思うけ。そうですか、はい、ありました。なんでね、はい、皆さんまたそんな感じで今後もねコラボ案件続いておりますので。ほう、続くんですか。前にも言ったけどほら6月にはほらグッドさんが来るやんか。あ、そうですね。そうなんよ。大丈夫かな。いやだけちょっとなんか次はもう少しちゃんとしようと思っとる。そうですよね、はい、はい。なんでまあライブ配信がまた続きもあるので、うん、なんでさらにちゃんとしようと思ってますので、その辺に関してはちょっと準備をして。グッドさんのがあれではいかんで、ほんま。そうそう、やばいで。やばいやろ、うん、だけグッドさんの時にはさすがにちょっとこのライブ撮影ライブ配信する時のやつもちょっと方法考えないかんなと思っとってだけ、うん、もう飲んだくれライブ配信ではむずいよ。そうむずいよ、うん、だけなんならちゃんとせめてロフトプラスワンの放送ぐらいはせないかと思うけ。そうそうそう、だけ、まあ、飲んでも知れとるぐらいじゃないと。そうそう、軽くぐらいじゃない。だけもうあいつらがハイボール作るようなことがあってはいかんわけ。いかんよ絶対やで。あいつらにウイスキーボトル触らせたら危ないね、はい、ということでまあそんなんもありますので、はい、またね今後もよろしくお願いいたします。そうですね、はい、はい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル。ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。